真珠鳥、真珠鳥、真珠鳥、現代、レペシャー・レペルは、フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーが作曲した3幕から、なるオペラである。テノールのアリア、耳に残るは、君の歌声、通称、ナディールのロマンスや、テノールとバリトンの二重賞、神殿の奥深くなどが有名である。ローマ留学から帰国したビゼは、ローマ大賞受賞者の義務として1861年に、 オペラ、大樹の一言語と、l a グツラデール・エミールを作曲する。翌1862年にオペライコールコミック座で稽古が行われたが、直前になって中止された。このオペラは、現在に至っても上演されていない。ちょうどその頃、アレクサンドル・バレフスキ伯爵、ナポレオン一世の諸子がリリック座の支配人、カルバロに十万フランを差し出し、ローマ大賞受賞者で、 まだオペラを作曲していない新人の手による三幕物のオペラの上演を要望していた。カルバロは、かねてからその学祭を認めていた、勝子の要望に当てはまっていた、ビゼを投用することを、目、ビゼに、真珠取りの台本を渡すと同時に作曲を依頼した。ビゼは台本を読んでその内容を気に入ったため、1862年に作曲に着手する。しかし、生活苦のため内職。 主にピアノ用の編曲をしていたので、完成は1863年の春までかかった。初演は1863年9月30日、29日とも、に、パリのリリック座で行われ、聴衆から熱狂的な歓迎を受けて、成功を収めた。その一方で、批評家たちからは酷評されたが、その中で唯一高く評価したのがベルリオーズであった。本来、 9月15日に初演が行われる予定であったが、レイラ役のソプラの歌手が病気で出演できなかったため、2週間引き延ばして上演されている。タイトルは当初、レイラでメキシコを舞台として設定されていたが、後に正論に変更している。リブレット、台本は、ウジェーヌ・コルモン、EP ・ピエストロの失明とミシェル・カレによるフランス語。第一幕、46分。 第二幕、32分。第三幕、25分。舞台は、未開時代の正論島の浜辺の村。真珠鳥の同領、ズルガと彼の旧友、ナディールは、かつて、レイラという美しい女性を争った中であった。そこへ真珠鳥たちの安全を願うために使わされた、二層を乗せた船が到着する。ズルガは二層に、純潔と信仰の誓いを立てさせるが、 その二層が他ならぬレイラであることに気づいて、ナディールは大いに驚き悩む。レイラもナディールに気づき、祈りの最中に彼の呼びかけに応えてしまう。レイラはヌーラマットの命令により、崖の上の寺院に籠もっている。彼女は仲間たちに、遠い昔に逃亡者の命を助けて、その霊に首飾りをもらった話を語る。レイラを諦めきれないナディールが、 ジーンに忍び込んできて、二人は、お互いの心を確かめ合う。一緒に逃げようと訴えるな、ディールの言葉を、一旦は拒絶した、レイラだったが、断り切れずに次の夜に落ち合う約束をする。ところが、ナディールは、ジーンの見張りに捕まってしまった。それを知ったズルガは、ナディールを助けようとするが、彼が逃がそうとした二層がレイラだったことを初めて知り、 嫉妬に苛なまれて二人に死刑を言い渡してしまう。ズルガが旧友とレイラに死刑を宣告してしまったことを後悔していると、そのレイラ自身がナディールの除名単元にやってくる。ズルガはレイラに愛を告白するが、彼女の心は変わらずナディールの元にある。処刑の時間が近づき、レイラは母への形見として、あの首飾りを届けてほしいと頼む。その首飾りを見て、 ズルガはかつて自分を救った恩人がレイラだったことに気づき、二人を助けようと決心する。処刑場にレイラとナディールが引き立てられてくる。ズルガは村に火を放ち、その騒ぎの隙を見て二人を逃がす。ズルガの行為の一部始終を陰で見ていたヌーラバットが、その裏切りを告発する。ズルガは二人を救えたことを喜びながら生きたえる。 このオペラにおける最初の全曲録音は1950年代初めから登場した。1950年代以前においては個々のアリアに関して多くの録音が残されている。例えば、ナディールとズルガの二重章、神殿の奥深くが1907年にエンリコ・カルーソーとマリオ・アンコーナによってイタリア語で歌われたものが録音、発売された。 ザ・ビクトロー・ラブックオブザオペラ f の1919 19年版によると、主にイタリア語で歌唱されたナディールとズルガの二重唱や前奏曲、合唱曲、そして第三幕フィナーレが挙げられる。1977年にジョルジュ・プレートルによってなされた全曲録音は、ビゼーが制作したボーカルスコアによる1863年上演版に基づく最初の録音であった。 1991年のプランティーニによる録音は1863年版のスコアに基づきつつ、ナディールとズルガの二重章の二つのバージョンも収録した。ビゼが指揮したスコアを改作したブラッド公演式による英語歌唱版もまた二重章の二つのバージョンを収録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。